何それ作ったの？作ったの？なるほど、ちょうどいい。これはそっちは買い落ちねえよね。なるほど、頭いい。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。めっちゃすっぴん。今日は私のもう一つの姿というか、もう一つの仕事のこの茅葺き職人、まあ私たちの地域だとなまってふぐしっていうんですけど、ふぐしの仕事をしていきたいと思います。屋根に登るだけじゃなくって、屋根に登る前の作業っていうのもあるので、そういうのは座ってでもできるので、車椅子になって久しぶりにその茅葺き屋根、ふぐしの仕事をしていこうと思います。私がやりやすいようにいろいろセッティングをしてくれたので、ちょっと今日は暑いんですけど頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ説明してください。今は何をしていますか？テレビ取材風に、はい、今は何をしていますか？これだ。そうじゃん、職人さんに聞いてるんだから。はい、大きい声で喋んないと声が入んないから、大きい声で喋って。囲いをした茅を外しています。はい、この茅をこれから切って屋根で使います。去年の秋に買った茅を一個一個地域の人たちが結んだやつでございます。乾燥を兼ねた雪が濃いです。え、マジ暑いな。ない手元で何とか始めました。もう少しこっちでいいよ。音が外してくるのに遅れないようにどん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 結んでください。やってる。それそんなに何回も回さなくてもいい。やっちゃう。1回に2、3回回せば。はい、素晴らしい。折れた、あ、折れた。あ、これ60%ぐらい。 60% やろがい。こんなにゴミだらけになりますが、今日は車椅子のカバーをして挑んでおります。はい、今は何をしていますか？茅切ってる。茅切ってるそうです。
この切った茅が屋根の材料になります。帰ってから別の仕事があって感じで、今日は福祉の作業の一部をお見せしました。まあ、車椅子でも作業ができてよかったです。はい、今後はお父さんやお兄ちゃんが屋根に登っている風景もお届けできたらなというふうに思います。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。